携帯ゲーム。私は携帯で遊ぶのが好きです。しかし私は自分の携帯を持っていません。だからいつもお父さんがお風呂に入っている時にこっそり携帯を使ってゲームをしていました。ある日いつものようにお父さんの携帯で遊ぼうと画面を触っていると題名なしで名前がついていないゲームを見つけました。私はとても気になってそのゲームをしてみることにしました。そのゲームはただのパズルゲームでした。遊んでいると突然携帯の画面は真っ暗になりました。え？携帯を壊してしまったのかと焦っていると画面が急に変わり、む、ん、す、ぐ、お、ま、え、は、し、ぬという文字が出てきました。私は怖くなって携帯の電源をすぐに切りました。その日から私はほとんど家から外に出ませんでした。外に出るときは必ず誰かと一緒に出かけ、いろんなことに気をつけました。 2,3 日後、私が部屋で宿題をしているとお母さんが突然部屋に入ってきました。そして、お父さんが交通事故に遭って死んでしまったと泣きながら言いました。私はあの携帯のゲームのことを思い出しました。携帯はお父さんのものだったからこうなってしまったのかもしれません。